ローレンス軍はアメリカ合衆国オハイオ州の最南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は62,450人であり、2000年の62,319人から0.2%増加した。軍庁所在地はアイアントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローレンス軍はウェストバージニア州とケンタッキー州にまたがるハンティントン。 アシュランド大都市圏に属している。2000年時点の都市圏人口は288,649人だった。軍名は、艦を諦めるなというセリフで、名高い米英戦争の海軍士官、ジェームズ・ローレンスにちなんで名付けられた。1796年、この地域の初期開拓者であるルーク・ケリーとその家族、およびメカイザーが、オハイオ川沿いのハンギングロックに入植した。 ローレンス軍は1816年12月20日に、ガリア軍とサイオト軍の一部を合わせて設立された。軍長所在地はバーリントンだった。1851年、軍長はバーリントンから現在のアイアントンに移された。当時新しい軍長舎が建設されたが、1857年の火事で焼けた。現在の軍長舎は1908年に建設された。 ローレンス軍民は米北戦争に出陣し、少なくとも一人が戦死した。南北戦争では1862年までに約3200人が北軍に参加した。第一次世界大戦では2200人の軍民がアメリカ軍に従軍し、99人が戦死した。開拓が始まった時からローレンス軍は鉄、木材、石炭、天然ガス、石油、 塩など天然資源が豊富だった。20世紀が始まるまでに、これらの多くは枯渇していた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は457.28平方マイルであり、このうち陸地453.37平方マイル、水域は3.90平方マイルで、水域率は0.85%である。 ローレンス軍はオハイオ州の最南端に位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローレンス軍図、ローレンス軍は下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。